電気は電力会社に連絡。水道は水道局。じゃあインターネットはインターネット会社。そう、3、はい。インターネットはニュースカリ、ニュースカリ、ニュースカリ。ヘルプデスクであっての、ニュースカリ。ヘルプデスクであっての、ニュースカリ。でもなんでニュースなの？だってソニーだから。綺麗な色のお衣装でありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞおかけください。いや、もう子どもたちが可愛かったですね、うん、そしてやっぱりこの音楽が本当に耳から離れなくって、はい、やっぱりこれ見て聞いてしまうと私も知らないうちに口ずさんだりとか、子供をあやすときに勝手に歌ってたりとかしてて、本当ちょっと怖いぐらいです、ね、先ほどプレスの皆様にもご覧いただいたので、きっと皆さんの頭の中でもリピートしているかも、はい、ね、リピートされるんじゃないかと思います。やっぱりインターネットっていうのは欠かせない存在になっていて、例えばオンラインでジムをしたり、はい、お家で、そうですね、インストラクターの方とつないで家で運動をしていたりとか、あとはまあもちろんニュースだったり SNS だったり、本当に普段からずっと使っていますね。そうですか、はい、でもよく考えると本当に便利な時代になったと思いますよね。いや本当にもうなくては、困ってしまう世の中になっちゃいましたよね。毎日やはり使われますか？毎日使えますね。なんかちょっとこう調べたいなって思うことがあるとすぐもう分かる時代になったので、もうすぐにネットを使って調べてますし、はい、探してますね。なんとなくなんとなくあ、出てきました。かわいい。こちら、コマーシャルで共演した園児の皆さんになります。戸田先生の応援に駆けつけてくれました。かわいいですね。見えてるかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。元気？うん、元気。久しぶりだね。かわいい。もう目の前にいるみたいな感じですね。ね、本当に合ってるみたいですね。ね。癒されました。可愛くてしょうがない。完璧でした。撮影の時みたいでした。練習したの？うん、すごいじゃない、ね、いや本当に流れますよ、ね、はい、いや可愛い。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。会えて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。ありがとう。バイバイ。ここでもう本当にちゃんと喋って合ってるみたいな感覚になりましたし、やっぱり通信速度が速いからロスもないし、すごいなと思いました。そうですよね、はい、昔だったらきっとちょっと待って話さなきゃいけなかったりとか、ね、そんな時代があったなって思うぐらい、映像もカクカクしませんでしたし ね、 ね、ソニーだからこその安心感とやっぱ信頼があるなと思いますし、なんか、まあ、今のもそうでしたけど、本当に早くて安心してこう使えるものなんだなというイメージがありますね。もう信頼のという感じですね。そうですね。10年後、そうですね、45、6ですよね。なんかもうそんな年に近づいたんだっていうことにまず驚くんですけど、まあ、なんか今までずっと何か一つこう考えた時にそこの答えにたどり着くのに、いつも2つの、選択肢が自分の中にあって、それがこう
違ったりするんですよね、方向性が。だから何が一番ベストなのかっていう答えを出しづらくって迷うことが多いので、はいはい、なんかこう迷わず一つのものをちゃんと選択できて、その答えにこう自分を、うん、その答えを自分がこう信じられるような、うん、なんか女性になりたいなというふうに思いますね。今10年後に向けてのその2つの選択肢っていうのは何か見えてるんですか？特に、うん、やはりなんかその今どれだけ自分の中にこう知識を入れて経験を積むのかっていうことなのかなというふうに思ってるので、なんか凝り固まらずいろんなものを柔軟に入れていきたいな、勉強していきたいなというふうに思ってます。